その中で僕たち売上1位だったんですよ。それローリングラウンドで売上1位って、はい、結構ものすごい快挙じゃないですか。もっと褒められたかったです、はい、一番最初は僕だから北里さんと出会う前に本だけ出会ったんですよ。さあ来ました、タイ。ありがとうございます。社長と本との打ち合わせは大体タイですね、はい、そうですね。あ、確かに前回もそう、あのミスったけど、はい、会えなかったけど申し訳ないです、はい、そうなんですよ。前回社長と本の打ち合わせをお願いしたら、じゃあタイでって言われて、はい、ちょうどローリングラウドっていうフェスに出るんだけどVIP ルームのテーブルでそこで打ち合わせしませんかとかって言われて、とりあえず行きますって話をしたら、まあうちらも遅刻してったのもあれなんですけど、はいはい、行ったら社長いない。やばかったっす、はい。いやーローリングラウドちょっとご迷惑おかけしました。いやいや、めっちゃいい体験です。あ、これですよ。いや、嬉しい。むしろなんかそういう世界があるって知らなかったんで、はいはい、でなんか、はい、あ、でも言ってましたけど、そのVIPみたいなのも初めて行ったみたいな。そうそう、はい、VIPも初めて行ったし、はい、あんなに強制的に150万円ぐらいのシャンパン入れろみたいな。あれすごいですよね。どうやって使い切るんだよみたいな、はいはいはい、でもなんかこういう世界観あるんだっていうのがすごい勉強になりました、ね、はいはいはい、いやあれでも今からもっともっとすごくなってくると思います。コロナが明けてわーみたいな、ああいうフェスみたいなのがここから盛り上がってくると思います。でなんか周り見ると、はい、結構社長の知り合いだと思われる、僕らは面識ないですけど青汁さんとか、ああ、はい、みんな来てくれてました、はい、女優さん、あ、深田恵美、はいはい、来てました、はい、なんかそういう人たちがわーっと来てて、はい、あれここ社長用の VVIP エリアなのかなって思ったら、いやそうですよ、そうですよ、うん、だってあのタイのローリングラウドあるじゃないですか、はい、多分出たアーティストでいうと多分全部で30組以上多分出てると思うんですけど、そうそうたる人、その中で僕たち売り上げ1位だったんですよ。だからトラビスコットとかより、その日出てるアメリカのとんでもないラッパーより売り上げ作っちゃってるんですよ。それがVIPだったから、トラビスコットみたいファンって別に普通にトラビスコットのファンっていうか普通にチケット買っていくだけじゃないですか。でやっぱVIPってあそこすごいから、はい、で僕たちやっぱVIPでみんな来てもらってたから、VIPの売り上げ3000万とか上がったらしい。マジですか。それで売り上げが1位ってなって、オフィシャルから今バーンってニュースになってたんですよ。それローリングラウンドで売り上げ1位って、はい、結構ものすごい快挙じゃないですか。いやもっと褒められたかったです、はい、なんかサブステージのちょっとしたフロアだったんで、むしろ客いねえじゃんみたいな感じでツイッターではあんなに威張ってた割にはみたいな言われてたんですけど、 VIP シートとか社長のファンだから売上1位なのかみたいな。え、でもそれってすごい快挙。いやでもやっぱタイでやっぱその人数ではやっぱわーっと来れなかったで。でも結局フェスって、はい、要はホストクラブではないですけど、はい、どの演者がいくら売り上げてくれるのかで成立するわけじゃないですか、はい、まあ、チケットって意味で言うとの、はい、でも確かに世界一の DJ の方で EDM やってマシュメロっていうのが1位って言われてるんですけど、何が1位かっていうとギャラがもうとんでもなく高いんですよ。人や3億とかいっちゃうんですよ。ほうほうほう。で人や3億ラスベガスですよのクラブですよ、はい、元取れちゃうらしいんですよ。要はVIPが10億とか売り上がっちゃうらしいんですよ。だからお金持ちが好きなアーティストなんです、マシュメロって、はい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 、だからもうマシュメロ見れるならって言ってVIPバーン売り上げて、でギャラが跳ね上がっちゃって、その要はVIPで10億売り上がるなら3億払ってもクラブとしては呼びたいじゃないですか、7億儲かるから。確かに確かに。だからギャラがめちゃくちゃ跳ね上がっちゃって、一人だけとんでもないぐらいのギャラになっちゃって、ある意味ていうか世界一になっちゃったんですよね。ギャラ高いって言われてます。その人を呼べばこんぐらい売り上がるからみたいな、はい、でもそういう意味ではものすごいでかいタイトル、ローリングラウド2023の売り上げ1位って取れたんだから、はい、これ結構片っ端からホスト的な感覚でいろんなフェストの売り上げ1位を狙い、いろんなフェスの売り上げ1位作っていったら、ローリングラウンドってしかも本当に今世界で一番でかいフェスだから、 そこの取れたのは確かに。俺も全然ローリングラウンドの元々は存在知らなくて、はい、で行くことになったんだよって周りに話すと、はい、ローリングラウンド行くんすかみたいな、はい、行きたいってみんな言ってて、だからすごい有名な、まあ、日本のフジロックではなんや、はい、超えるぐらいな、なんなら、あ、いやいや、ね、すごいですよ。だってもう20万人が来てますから ね、あれで売り上げ1位ってやばいっす、ね、いや、そうなんです。でもどうせあれでしょ、あれ電話とか、はい、まあ、LINE とか 一晩ぐらいこう来てくれそうな人にパパパパパパパ、いや、またまたそんな、またまた電話普段あんま返さないけど、いやいやこの辺送っとけば来るかっていうところにしたら、またまたそんなことないですよ。そんなもう本当に優しい人に囲まれてよかった。さあうちらあの日は、うん、いや今日は社長とローリングラウンドの VIP 席で打ち合わせだっつって、はい、行くまでになんかバンコクから1時間ぐらい車で行きますよね。はいはい、そうそうそう。途中 CC 屋さん見つけちゃって、はい、そこがなんか外で CC 屋を吸うみたいな感じで、はい、もう身内で、はい、あ、ここなんかプレーローリングラウドだって盛り上がって、はい、そしたらベロベロになっちゃって、はい、結局着くの遅れて、はい、社長来てくれた時に間に合わなかったっていう。なるほどなるほどなるほど。無事入れて、はい、まあ、うちらはまあ十分楽しめて、はい、今回打ち合わせてまたタイっていう、はい、またタイで、はい、またタイだっていう、そうですね、ということで
タイか僕はまたマレーシアに行くかのどっちかだったんですけど、ね、はい、たまたまタイだったね、はい、前回ガクトさんとね、あ、そうですそうです、ね、あれからマレーシアで紹介していただいてから、うん、さらにあの代々木のマレーシアのガクトさんの時のもう僕的にはすごい面白かったのは、はい、あのご飯食べ行ったじゃないですか、はいはい、で社長がわーっとこうやってコーヒーに借金してっていう話をしてる時に、はい、ガクトさんがこう聞きながら大変だねって言ってくれた、はい、それを今10億借金あるんですよ、はい、大変だねって言った後に、はい、で社長はどうやって有名になってったの、はい、みたいな話を、いや僕何でもしました、こうでゴキブリ食ったり何食ったりっていうものに対してもガクトさんが一間置いて大変だねって言ったのがめっちゃおもろかった。確かに確かに、ガクさん、はぁ、大変だね、ガクさん、あんまり大変だねって言わないんですよね。あ、大変なのが当たり前だろうと、はいはいはい、ジャングルも大変なトレーニングをしてる人じゃないですか。確かに確かに確かに、ガクさんが心から大変だねって言ってるのを初めて見たからでもそんなこんなでね、はい、できた本も無事 Amazon 含め全国書店の予約が開始したということで、はい、本の発売は12月15日になるんですけど、はい、Amazon が告知早々にもうランキングが入ってきて、12位かなんかランキングが入ってて、はい、ありがとうございます皆さん、すごいことね、元々のクラファンの動画で、はいはいはい、あの告知してこれをクラファンでやりたいんだみたいに言ったら、はい、まあ、そのクラファンがとんでもないぐらい炎上しちゃって、はい、これドームがをクラファンでやろうみたいなのがやっぱ良くないってことに、確かにあれ、あ、なるほど、確かにそう言われたらそうだわって思ってやめたんですけど、この本までなんか悪いイメージつくの本当に嫌だなと僕思って、だからもう本ごと一回ちょっと忘れようみたいな思って、CD じゃないとか配置会だけとかなんかやってて本の話しなかったんですよ、あれから。そうですね。でさらっと昨日公式からツイッターだけちょっとやっちゃって、うん、YouTube とかの動画でドンって言ってないんですよね、うん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 、それすごいなんか昨日もランクインしてからすごい嬉しいなと思って、ちゃんとそう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 、ジャンル別ではもうすでに1位取ったりもしてるんですけど、はい、総合ランキングで12位にもういきなりそのツイート1個だかるってすごいなと思って、あれ、そうだから1位狙うとするとここが発売日だと思うんで、はい、ちょっとここらでお仲間にもご協力いただけると嬉しいな。はい、この本って以前一緒にこう動画させてもらった時に、はい、公式海賊版のプレゼント企画みたいなのさせてもらったじゃん。はいはい、覚えてます覚えてます。そうそうそう、あの240時間生配信の時にあの視聴者プレゼントでやってた。はい、だそもそもこの本のきっかけっていうのが、はい、無許可で作ったところからスタートしてるから、そう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 、で出会う前に勝手にこっちで本作って、はい、こんな本作りたいんですって言って渡して、はいはい、でそれを社長が面白がって、そうだからこれ一番最初は僕だから北里さんと出会う前に本だけ出会ったんですよ、うん、しかもあのこれ見てる人は知ってると思うんですけど、あのゴシゴシとか YSP とか、はいはい、もううちのレペゼンの結構半分ぐらい作ってるデビンシーっていうトラックメーカーがいるんですよ、はいはい、がこんな本社長本出すんですかみたいな、うん、なんか知り合いが本作ったらしくてみたいな、うんうん、って言って送られてきてからどう思う。そうそう、コロナの時に僕ら作ってたんですよ。そのコロナの時にうちの店長のケイスケって人間が、いや DJ 社長って人がいて絶対ヨシさん好きだと思うんでこの動画見てくださいみたいに言われて、そこで見たのが好きなこと言ってくれた人だったんですよ。あ、はい、まあ、出版やっていながらここまで喋りで思いであったり情熱とかをここまでリズムよく45分ぐらいの動画だったじゃないですか、はい、あれを飽きさせずに、なんなら普段なんか運転中とかもまた聞きたいなと思わせるような音楽を聴いてるような感覚で、かつ内容が入ってくるように情熱を語れる人って世の中にいるんだと思って、そこで食らって、ああ、じゃあもうこの本は作りたい出したいと思って、はい、で、まあ、変な話、作るのは許可なくても勝手に作ることができる。あ、まあまあ、もう、はいはい、文字起こして、はいはいはい、できることまではやろうっていうところで、はい、でもうありとあらゆるその動画とかインタビューとかっていうのを全部書き起こして、はい、でこう作ってたんですよね、はい、でいつか社長に会えるはずっていう、まあ、会えなかったことのことは度外視にして、はい、で、まあ、一冊の本作ったんです、はいはい、それをある時なんか今うちの渋谷店に来ているお客さんがDJ 社長と知り合いみたいなこと言ってるんですけどどうしますかって言って、はいはいはい、まあ、うちの全国になんか30店舗ぐらい店があるので、はいはい、それが僕らの中の包囲網なんですけど、はいはい、そこに引っかかると僕に連絡が来るんですよ。なるほどなるほどなるほど、これだと、はい、本は出せ本は出せって、はい、社長に届くかもしれないから、はい、その人に媚び売って本は出せって言って、はい、だデビンシーだったぜ、多分そうなんですよ。すごっ、はい、もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん、でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんや。でも
もね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくてこうだった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやで。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ、けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.